ここから本番でございますので、どうぞよろしくお願いします。ねえねえ、準備はいいかいと聞きますので、もうさっき聞いてくれてたら分かるかな。あ、よかった。予感ベーってよかったね、言ってください。いきますよ。ねえねえ、準備はいいかい。マジいい声。今日は来てくれてありがとう。もう一度いきます。ねえねえ、聞いてくれかい。私の思いのこもった歌をそこら包んで生きてくろう。本当に寒い中皆さんも聞いてくださってありがとうございます。ここは出身のシンガーソングライター、風見静香と申します。どうぞよろしくお願いします。今日は道の駅まで来てくれて本当にありがとう。話しても嬉しいよ。今日は来てくれてありがとう。ねえねえ、聞いてくれかい。私の思いのこもった歌をそこら作って聞いてくろう。そこら作って聞いてくろう。茨城弁でこの辺に座って聞いてくださいって言ったらしい。どうもありがとう。いやー、もう琉球太鼓の皆さん半袖ですよね。すごいよね。すいません、もう私ちょっと手袋なんかしてちゃいけないですよ。もうね、ちょっと取るわ手袋は。手袋しか取れないですけどね。もう本当につい先週まで半袖でしたよね。だってね、急にね、まさかのね、もうね、残念なお知らせで、もつ煮もなんと売り切れちゃったということでね、食べれなかった。残念だった。でもね、先週ですかね、よかめ祭りというね、久保公園で開催されているお祭りでも歌わせていただきまして、今日はね、あの子が久保公園でもね、出会えた皆さんも再会またしてくださって本当にありがとうございます。生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター、そんな肩書きで活動しております。短い時間ですが一生懸命歌って帰りたいなと思います。どうぞ最後までよろしくお願いします。勉強なんかできなくていいから深い深い悲しみわかる人みたい。常識なんか知らなくていいから、ああ辛い辛い痛みはわかる人でいたい。立派になんてなれなくていいから、ああ淡い淡い優しさわかる人でいたい。器用な人になれなくていいから、ああ痛い痛い悔しさわかる人でいたい。空気なんて読めなくていいから嫌なものは嫌って言える人でいたい。でも構わないから、ああ目の前のこと必死にできる人でいたい。
くたってもと諦めない気持ちを忘れぬ人でいたい。怖くて足が震えてもいいから、ああ勇気を待って前に進める人でいたい。面倒くさくて構わないから、ああ熱い思いしっかり持ってる人でいたい。強い心持ってなくてもいいから、ああ人のために涙を流せる人でいたい。深い深い悲しみを抱く人でいたい。もうね、さっきから私に振ってくれてるんだ、大丈夫だね。なんかよくこうやって振られたと思ってこうやって振ったら後ろの人だったみたいなところよくあるんだね。ありがとうございます。昨日はですね、私福島にね歌いに行っておりまして、いやなんか福島のがあったかかったんじゃないかなっていうぐらい、ちょっと今日のこの寒いですね。びっくりするぐらい寒いですけれども、もうね、古賀もね、堺も、まあ、今住んでるのは私ちょっと堺町なんですけれども、あのね、あの高速道路が出来上がったおかげで、私たちとってもどこに行くんでも行きやすくなりましてですね、本当に私は本当にいろんなところに行けるようになったんですけれどもね、そんなあの歌を寒いからお届けしたいと思います。よかったら皆さんも一緒に歌いましょう。圏央道ワン・ツゆくる新しい道ができたんだ。あなたの街もつながってる。嬉しい道ができたんだ。東京で疲れたあなたの心には田んぼと畑で溢れたこの景色気に入ると思うな。いつでも会いに来て隠さないでいるよ。あなたに教えたいことがたくさんあるの。あなたのふるさとに行きたいな。ありがとうございます。全国各地でこの歌を歌ってまいりました。茨城県といえば魅力度ランキング毎年最下位でですね、今年も見事に最下位いただきました。イエーイ、イエーイ。でも中途半端よね、いいなと思っております。ぜひ茨城県民のが今日は多いと思いますので一緒に一緒に叫んでください。行きましょう。3、はい、茨城は、はい、いいとこだ、はい、古河は、はい、都会だ、はい、茨城だ、はい、大好きだ、古河が、はい、大好きだ、はい、
肉が、はい、食いたいぞ、肉が大好きだ。私、風見静香という名前でございまして、しーちゃんと呼ばれておりまして、もうちょっとだけお付き合いいただけると嬉しいです。いきますよ。あー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、しーちゃんが、はい、しーちゃんが大好きだ、はい、大好きだ、しーちゃんが、しーちゃんが、え、キラボね、大好きだ、大好きだ、すっごい嬉しい、ありがとう。イエイイエイイエイゴー、イエイ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 。ここからどこにだって行ける。大丈夫と言ってください。でいいの、並びてるだけ、本当は助けたいって僕はそう思ってるの。でどうしよう、次は自分だから、そう思うと怖くて何もできなかったの。あなたの小さな一言で、あの子に大きな傷がついて、あなたの小さな一言で、あの子もこの子も笑顔になったよ。大丈夫、みんなで笑えば大丈夫、心配ないよ、大丈夫、一人じゃないよ、みんなで君を守るから、大丈夫、勇気を出して、大丈夫、君ならできるよ、大丈夫、信じていいよ、その人のことが未来を変える。悲しい時空を見よう、一人はみんなのために、みんなは一人のために、それでもゆずという、ね、アーティストさんと出会って、ゆずみたいになりたいと思って、路上に立って今年で、10年を、ね、迎えました。今日は本当にいろんな方が見に来てくださって、この間ね、旅館部で出会った人、道の駅で出会った人、いろんなところで出会った人が今日は来てくれております。出会ってくれてありがとうという気持ちを込めて、そしてこれからも歌い続けるぞというその思いを込めて、ありがとうという歌を歌って、あ、次の曲で最後になりますっていうのを忘れてた。次の曲で最後になります。もう本当、本当お父さんの弟子、いつもライブ来てほしいぐらい本当いい子ありがとうございます。次の曲でライブ最後になります。ちょっと待ってた、ぜひね、いつものやつをぜひよかったらよろしくお願いします。ということで本当に今日は皆様出会ってくださってありがとうございました。それでは聴いてください、風見静香でありがとうは。初めて会った日のこと、私今でも覚えてるよ。お互い何も知らなかったけど、今だったらより大切な人。時が経つのは早いよ。
ですね、きっとね、皆さん黄色くなってきて、実は私も黄色なんですけどもね、ということで、1時半からあちらでね、マジックもございます。風間静香は真昼モンカーという歌を歌っております。生きてるとね、いろんなこと、本当にいろんなことあるけど、どうか負けないで生き抜いてほしい、そんな思いで最後の曲、みんなと一緒で踊って終わりにしたいと思います。本当に今日は寒い中ありがとうございました。それでは聴いてください、風間静香で負けるもんか。よいしょ、あー、冷たい、だいぶ温まっていた。ぜひぜひまたどっかでね、皆さん最後の気持ちを楽しみにしております。やってきた街の人たちを見る、辛い辛い苦しい日々もこの日のために続けてきた。うまくできるか震えるほど期待も不安も強い気持ちに変えて、裏切りでも行きますよ。負けでも勝って声を出してそう、自分はできるか信じてた声と何もない状況を私自分がずっと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ、笑って生きて楽しんでこ、せーので、よっしゃ行くぜっていうのがね、ございますのでね、なんか青春あった皆さんとか大変が本当に嬉しい、ありがとうございます。できるだけ手ぶらしてもらいたいように、甘酒飲みたいな、まだすごいうまい、あの方が羨ましい日もあった。わさほんとぞ、何ができるかわからないまま、それでも夢中に誰より頑張った自分を信じてやるか。私はまず決めたんだ。できる、やれる、大丈夫、一人じゃない、笑って近づいて何がなんでもずっと変えるって。本当に今日も寒い中本当にありがとうございました。辛い時、苦しい時、もう無理だ、もうダメだって、諦めるのは簡単なんだよって、そんな時次にどんな一歩を踏み出すから人生は変わっていく。ぜひこの日を思い出して一歩踏み出してもらえたら楽しいと、ありがとうございました。負けるもんって諦めないで、未来は自分で作るんだ、たとえどんなこんな状況もこれはチャンスだ、掴み取るんだ。できる、やれる、好きじゃない今を見るんだ、狙って続けて守りましょう。負けるもんかって恋を出して、そう、自分はできると信じてた。それとなんとなんか状況は私もまずっと決めたんだ。できる、やれる、負け顔なんかするなよ、笑って生きて楽しんでこ、せーので、よっしゃ行くぜって、せーの、よっしゃいけるって、ラスト、ピーク、ピーク、せーの、よっしゃいくぜ、フーやったフーやったやった。それで、ほら、出身の出身が遊んでいた風を見て、穏やかに丸とかけまして、風に静かれた、本当に今日はありがとう。